皆さん、こんにちは。本日は長岡教師と FM おとくにの共同企画としまして、市長と語る対話の輪緊急企画、新型コロナウイルス感染症バージョンをお送りします。全国に緊急事態宣言が出され、市民の皆さんも不安な日々を過ごしていらっしゃると思います。そんな皆さんの不安な気持ちが少しでも解消されますように、市長が市民の皆さんの疑問やご意見に直接お答えいたします。本日インタビュアーを務めさせていただきますのは、私 FM おとくにのパーソナリティ岸舞子でございます。どうぞ市長もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。それでは早速対話の輪始めてまいりたいと思います。まずは市長から市内の感染状況や対応状況などの最新の状況を踏まえて、市民の皆様へメッセージをよろしくお願いいたします。はい、それでは改めまして皆さんこんにちは。長岡教市長の中浩二健吾です。新型コロナウイルスへの対策や取り組みが、2月以降ですね、もうおよそ2ヶ月と、大変長期間に、渡っています。この間、長岡教市では早い段階で感染事例が発生したものの、そこからの拡大はなんとか現状では抑えられています。これも市民の皆さん方が感染防止に対する高い意識を守っていただいているおかげではないかというふうに感謝を申し上げたいと思います。ただ3月の後半のですね、大学生によるクラスターの発生以降、京都府内でも感染者数や PCR の検査数というのは急増しておりますし、隣接する大阪府内も同様な状況があります。こうした状況を受けまして、4月以降、長岡教市では小中学校の休校の延長ですとか、公共施設の閉館等を行って、市民の皆さんにはですね、大変ご不便とご苦労をおかけをしているところであります。しかしながら、京都府や隣接の状況を見ておりますと、いつでも本市内でさらなる発生がですね、起こっても決して不思議ではないというのが現状であります。我慢の状況が長引いておりますけれども、状況の悪化を食い止めてですね、お一人でも多くの命を救うために、ぜひ今一度市民の皆さん方にはご協力をお願いをしたいと思います。ぜひ一緒にですね、この困難な状況を乗り越えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、市長ありがとうございました。それではここからはですね、事前に市民の皆さんにいただいた質問ご意見に市長が答えていきます。市長よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、今回ですね、とてもたくさんの方からのご意見、ご質問をいただきました。メールとツイッターで約60件、また391人のアンケート回答を取りまとめていただいたお声も届いています。すべてを取り上げることができないんですけれども、各分野から質問の多かったものを中心に市長に聞いていきたいと思います。まず一つ目の分野です。学校や子どもたちが遊ぶ公園のことについてです。いただいたご意見を集約しています。やはりですね、学校の休校措置に伴って、いろいろなご心配があるようなんですね。例えば、オンライン授業はできないのかというご質問です。これはやはり一番多い、今回ね、質問でした。長引く休校措置に、勉強の遅れなどを心配される保護者の方が多いようなんです。ですけれども、市長いかがでしょうか。はい、4月当初なんとか再開できるかなという見通しもあったんですけれども、やはり緊急事態宣言等を受けてですね、休校の延長ということをしました。正直私も小学生の子供おりますんで、授業とかですね、学校とか、心配なところ相当あるんで、同じようにやっぱり多くの保護者の皆さんが感じていただいていると思います。で、オンラインの授業をですね、今すぐやろうとするとどうしてもやっぱり課題があって、今の学校の持っているネットの容量、これ未来ネットという京都府のシステムを使ってるんですけれども、なかなかこれの回線がですね、
十分な容量が確保ができないですとか、それぞれご家庭でのネット環境も異なります。でさらにはやっぱり端末のあるご家庭、ないご家庭の差もやっぱり配慮していかなきゃならないということを考えるとですね、現状なかなかすぐに今オンライン授業を行うというのは、まあ、難しいではないかというふうに思います。今年全小中学校で、Wi-Fi 環境の整備をするという予算は計上してたんですけど、まだそこまで、たどり着いてない部分も含めてですね、まあ、違う、まあ、様々な、まあ、教材のご提供とか、を今教育委員会の方でも考えて、いただいているところであります。特に、まあ、正直申し上げてですね、これ一応今は5月の6日までということでありますけれども、今後政府の判断がありますが、ちょっとやっぱり長引くことも念頭には置いておかなければならないのかなということで、ぜひちょっと教育委員会の方ともお協力しながらですね、どういう体制が組めるか考えていきたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。こうやって見ますとですね、学校の休校に対しては延長してほしいという方と、対策を取って学校再開をしてほしいという方と、さまざまな角度でご意見をいただいておりますね。そうですね、まあ、非常に難しいんですけれども、やっぱり子どもたちの安全確保ということが最優先で考えなければならないかなというふうには感じているところです。はい、はい、さあそれではですね、もう一つなんですけれども、公園についてもさまざまなご意見をいただいております。自粛生活の中、子どもの運動不足やメンタルを心配するお声と、公園に人が集まっても大丈夫かというお声です。市長いかがですか？公園で遊んでもいいんでしょうか？そうですね、これも相当ですね、両方の使いたいというお声、それからやっぱり心配をされるお声、まあ、両方、まあ、市の方でもたくさんいただいてます。で市もですね、3月中はできるだけやっぱり子どもの居場所とかということで使えるようにしてきたんですけれども、やはり緊急事態宣言が出るという状況になってきたときにですね、やっぱり外出自体を控えてくださいというときに、市内でもですね、いくつか非常にこう密集をして子どもたちが遊んでいるような状況の公園がありましたので、少し一部そうした公園については、非常に苦しい決断ですけれども、まあ、閉じさせていただいているということで、まあ、なんとかここはですね、ご理解いただきたいなと思います。まあ、ただ散歩とかね、そういうので公園を使っていただくとか通っていただく分には全然大丈夫なので、長時間そこで遊ぶというのはぜひ避けていただきたいなというふうに思っています。はい、はい、なるほど。さあではですね、次の分野、放課後児童クラブ、保育園、幼稚園に行きたいと思います。いただいた意見をですね、一覧にしていますけれども、放課後児童クラブや保育園を継続していただきたいというご意見と、感染拡大防止のために閉鎖すべきという意見、また当たり前と思って預けられる方が気になるという意見、様々なんですけれども、市長はどのようにお考えですか？そうですね、これも非常に、両方のご意見やっぱりあると思います。で確かにですね、やっぱり保育所あるいは放課後児童クラブってすごく過密ですんでね、やっぱ感染リスクが非常に高いと思いますんで、当然今現場の方はですね、相当神経使いながら、消毒ですとか対応はしてくれているとは思います。ただやっぱり一方でじゃあ休めるかというとですね、まあ、医療を支えていただいている方々や、どうしても我々の暮らしに必要な仕事を支えていただいている方のことを考えるとですね、一部、受け入れられる場所というのはやっぱり必要だと思いますので、今は原則としてはできる限り家庭で、子どものことをですね、ケアしてあげてください。でどうしても最低必要な方だけの受け入れということでお願いをさせていただいておりまして、まあ、実際には放課後児童クラブも保育所も、半数ぐらい、通常の半数ぐらいまでご協力いただいてます。ぜひご不便をおかけしますけれども、この点もですね、お願いしたいなと思います。やはり感染拡大防止、皆さんの安全がね、何よりも大事ですからね。
ですね。あと皆さんの理解と協力必要ですよね。そうですね。あとやっぱり現場のですね、保育士さん、また保護児童クラブの指導員さんもこの間非常に長い間対応してきていただいてますんで、相当しんどい状況になってきてると思うんですね。ですんでこれ、まあ、連休明けも見越した時にはですね、またもし継続しなければならないということになれば、また次の措置ということも、まあ、少し頭の片隅には置かないといけないかなというふうには思っています。はい、では続いての分野に参ります。 PCR 検査や病院の受け入れについてなど医療についてです。まず現在の PCR 検査の数や検査がすぐにしてもらえるのかというご質問なんですけれども、いかがですか？現状でですね、京都府が発表しています4月23日現在の PCR の検査数が3511件だというふうにお聞きをしております。で残念ながらですね、この医療の提供ですとか検査の体制の供給の権限というのはですね、京都府さんが持っておられますので、なかなか市としてどうしますということが言えない状況にあります。ですのでそういうご声たくさんいただきますけれども、これはやっぱり京都府にしっかり要望の方をですねしていきたいなというふうに考えております。はい、はい。そしてですね、病院の受け入れ先の心配と同様に多かったのがですね、マスク不足が深刻化する中ですね、医療施設や介護施設などへのマスク優先配布の希望や市から市民へ配布されますかなどのご意見が上がっております。いかがですか？はい、マスクのご心配もたくさんの声をいただいてきております。市でもですね、一定数の備蓄は持っているんですけれども、なかなか市民のお一人お一人に必要な枚数だけを配れるほどの在庫は残念ながらありません。ですので、まあ、この間ですね、市としては、子育ての関連施設ですとか高齢者の施設といったところに優先的に配布をさせていただいているという状況です。やっとこの間に来てですね、一定数ちょっとずつ我々行政としても確保できるようになってきましたので、今はまあ妊娠中の方ですとか、そういう皆さん方にまあ優先的に配布をしながら、また手作りマスク等のご協力も求めながらですね、対応しているところであります。はい、なかなかちょっとお一人お一人までお配りできたらいいんですけれども、やっぱり市民の8万市民にですね、今お配りできるような備蓄がないというのが現状です。それでは最後の分野です。給付金や事業者支援策などについてです。皆さん、緊急事態宣言による外出自粛や経済活動の自粛要請を受けて、かなり深刻な状況でいらっしゃると思います。国や府でもさまざまな緊急支援策が発表されていますけれども、市独自の支援策はありますかというご質問です。まず皆さんが一番気にされている国民一人一人に一律10万円を給付するという特別定額給付金について、いつ頃給付されるのか、どんな手続きになるのか、また市役所のどこに聞けばいいのかなど、上がっているんですけれども、市長いかがですか？はい、まずはですね、これは国の補正予算が国会で可決されないといけませんので、それが今4月30日頃だというふうにお聞きをしております。それを受けて、市としても早急に予算措置をして、これ配っていくのにですね、振込先とかお問い合わせをする文書を送らせていただくことになると思いますので、今その文書を一斉に送れるように市の方では、もうすでにですね、体制は組んでおります。そこから、まあ返信をしていただいて、そこに順次入金をさせていただくということになると思いますので、できるだけ急ピッチで、できるような体制はしっかり整えておりますので、もうしばらくお待ちをいただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。
着々とね準備を進めていただいているようですよね。その他に市民生活に直結するような支援策はありますか？そうですね、これもやはりそれぞれ、非常に生活も厳しい状況が出てきますし、まあ、これから先もですね、今の状況の影響が、夏や秋まで、長引いていくことが十分に想定されますので、まあ、実は例えば、まあ、この秋にはですね、これ通常の時に下水道の使用量をですね、少し経営改善に向けまして引き上げのお願いをする予定をしてたんですが、これについては例えば1年間の延期をさせていただくとかですね、そういうところもきめ細かく、これは議会のご議決いりますけれども、しっかりと対応していきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。今ですね、市内の飲食店やサービス業、その他さまざまな業種の方々がそれはもう逼迫した状況だと思うんですけれども、そういった事業者さんへの支援策は何か考えていらっしゃいますか？はい、先日もですね、商工会の皆さん方と懇談させていただいたんですけれども、本当にもう悲鳴に近いお声をたくさん、お聞きをさせていただきました。で国も府もですね、今さまざまな支援制度をやっておりまして、これがやっと予算措置ができてくるとなんとか行き渡っていくとは思いますけれども、やっぱり市としても、特にお聞きしたのはやっぱり飲食業の皆さん、それから利用美容ですねのサービス業の皆さんとかのやっぱり売上が相当落ちているということでありますので、できる限り早くお手元に資金が行くようなですね、雇用に対する、市独自の支援策ですとか、あるいは今テイクアウトとかね、一生懸命やっておられる店舗もありますんで、そういうところをこういう、長岡京エール飯とかですね、こういうキャンペーンしながら、少しでもこう支えていけたらなというふうに思ってますんで、今ちょうど議会とも、調整をさせていただいているところで、スピード感を持って対応したいなと思います。そうですね、私たちもそのような支援策が動き出したときにはしっかりと市内で消費するとか、また SNS で発信するとかできることがね、たくさんあるように思います。市長、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まだまだたくさんのご質問ご意見をいただいております。ご意見ご質問をくださった皆様、本当にありがとうございました。今日この場で全てお答えする時間がありませんけれども、今回ご紹介できなかった意見質問については市役所ホームページに回答とともに掲載してまいりますので、そちらもぜひご覧ください。それでは市長、最後に市民の皆様に一言お願いいたします。はい、今のですね、苦しい状況というのはもうしばらくやはり続くんだろうと思います。ただやっぱり今我慢をしていただくことがですね、私たちの日常をいち早く取り戻していくためには一番の近道になると思います。そしてそのことが命を守ることにもつながっていきますので、今しばらくのご協力をですね、改めてお願いを申し上げたいなと思います。よろしくお願いします。市長、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。